ちは、ひなたです。はい、ということで、今回は、まあ、自分で言うのはあれなんですけど、ちょっと最近ね、人から、垢抜けたねって、ちょっとありがたいことに言われることが多くなったので、ちょっと私の垢抜けた理由とかコツとか、皆さんに紹介できたらいいなって思います。前に垢抜けた理由の動画をちょっと出したと思うんですけど、まあ、その時からも結構変わった部分とかがあるので、その変わった部分とかも皆さんに紹介できたらいいなと思います。それではレッツゴー。はい、ということで、まずはじめに顔のことですね。顔のこと、やっぱり私もいろいろコンプレックスとかが結構あって、まずはやっぱりメイクとか、いろいろ自分に合うようなメイクをめちゃめちゃいろいろ研究しました。前まではめっちゃ結構がっつりやってたと思うんですね。だけど今は結構ナチュラル思考になって、最近アイシャドウとかもほとんどやってなくて、結構全体的に薄くなりました。でそれも自分に合うようにいろいろ研究して薄くしました。その自分に合うようなメイクの研究をしたんですけど、今でも探って頑張って研究しています。なのでまた1年後ぐらいにこういう動画を出して、変わったねって言われるくらい頑張って、これからもどんどん垢抜けられるように研究頑張りたいと思います。メイクはもちろんなんですけど、カラコンとかも買いました。カラコンは私初めてつけた時は11、13歳くらいに初めてつけたんですね。でもその時はもうとにかく目をでかくしたいっていう意識が強くて、結構宇宙人みたいな感じでめっちゃでっかいカラコンをつけてたんですね。その時は自分で似合ってるとかって思ってたけど、だんだん合ってないなと思って、自分に合うカラコンをサイズとか色とか変えたりして、やっぱり自分に合うやつとかを探すのはめちゃめちゃ頑張りました。結構 YouTube とかネットとかで調べてあるんですよ、自分の顔のタイプに合うようなメイクとかカラコンとか、そういうのがあるので、そういうのを調べてから研究するのもいいと思います。あと結構マッサージとかも頑張ってたかな。もう本当に YouTube で500回ぐらい検索したんじゃないかなってぐらい、本当に結構マッサージでも変わったりするんですよ。前私すっごい顔がむくんでるパンパンだったんですよ。で本当にそれが嫌で、自分でも分かるぐらい顔がパンパンでめちゃめちゃ嫌だったので、小顔になるツボとかいろいろそういうのを毎日朝夜お風呂上がりとかいろいろもうめちゃめちゃやりました。一時期嫌すぎて鏡見るのも嫌だったし、私結構体質的に顔にお肉がついてしまう体質なので、顔のマッサージは重点的に頑張りたいと思います。皆さんも顔のことで悩んでることがあったら、マッサージも結構いいと思います。やってみてください。私がやってるのは一番効くなっていうのが、ちょっと YouTuber さんのを参考にするんですけど、口を開けて、ここからくぼみがあるんですね。こうやって開けた時に、そこを親指でちょっと痛いところを探して、まあ、そんな無理にやる必要はないんですけど、開けてくぼみの部分があって、そこを暇な時とかに押すだけなので、こうやって一定の力でずっと押して、私これを結構続けてたら、マスクした時にいつもつけてるマスクが緩いなって感じることがあったので、結構効果あるんだなと思って、しかもこれ だとすごい押すだけなので手軽にできるので、ぜひ皆さん暇な時とかにやってみてはいかがでしょうか。個人差あると思いますが。はい、続いては髪の毛です。まあ、私が頑張った部分はケアとヘアアレンジを研究したことですね。でケアは私は結構天パで、ちっちゃい頃マジでパーマかけてるぐらいクルクルだったんですよ。マジそんくらいクルクルだったので声がガラガラになっちゃって
で小さい頃すごいくるくるでテンパで、それが嫌で、まずまっすぐにするっていうことを頑張りました。自力で頑張ったのは、寝る前に髪の毛をちゃんと乾かしてアイロンで寝る前に癖を取るのを毎日頑張ってました。あとは宿毛矯正、これはもうめちゃめちゃ変わりました。で、宿毛矯正をかけて自分ではまっすぐにできなかった部分がまっすぐになりました。宿毛矯正をかけるだけで本当にガラッと変わりました。結構髪の毛って大事だと思います。癖毛に悩んでいる方は宿毛矯正は本当におすすめです。私は学校とかで汗かいたりすると結構くるくるになっちゃうことがあったんですけど、宿毛矯正かけたら汗かいてもまっすぐになるのでめっちゃいいです。まっすぐにした後はやっぱりサラサラになるようなケアの方法を頑張りました。お風呂でフィーノという髪の美容液を週1回ペースで使い始めました。結構フィーノはコスパが良くて髪の毛も本当にサラサラになるのでめちゃめちゃいいです。多分知ってる人多いんじゃないか。知ってる方はぜひ手に入れてみてください。フィーノは週 1,2 回のペースでやるのが、まあ、おすすめっていうので、私は週 1,2 回のペースでやってるんですけど、フィーノを使わないときは普通にリンスしてその後にフォームで溶くんですよ。フィーノ持ってない方とかはそれをやってみてもいいと思います。本当にめっちゃサラサラになります。あとは髪の毛乾かす前にオイルとかもおすすめです。髪の毛の中で私が一番気にしてるのは前髪です。前髪はやっぱり薄くすることと触覚を作ったことが大きいんじゃないかなと思います。で、前髪薄くするために余分な部分の前髪をピンで留めてました。そんな言うてもめっちゃ薄いってわけではないと思うんですけど、まあ自分にとってはいいぐらいの感じです。っていう感じで私の前髪も薄さを保つことができました。あとはこれだけじゃなくて、まだまだもっと垢抜けられるように研究とかもっともっと頑張りたいと思います。で、そう、あと無駄毛とかも意識していきたいなと思います。ということで、ぜひね、皆さん私のちょっとなんかもうちょっとここ頑張った方がいいよとか、なんかそういう思った方はぜひコメント欄で教えてください。それを見て自分も頑張りたいと思います。あとは自信もつけられるようにます。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしく。